party, come move around, look fresh, fresh when景色ですなぁ。新居。新居です。我が家のルームツアー。ルームツアーやっていきましょう。ここは物置スペースなんですけど、はい、部屋今ルームツアーを行うにあたって、うん、何にも物がない排除した状態にしたいので、うん、自分の荷物と全部ここに突っ込んでおります。そのためにはここ活用しないとないと。ここが必要なスペースになってくる。ベッド。すごいね、なんか。絶対もうさ、こんなクッションなんか見るからにモロッコじゃん。よくわからんけど。そうだね。うん。で、あと、謎のオブジェ。なんだろうね。日本だったらさ、あそこはもう日本刀じゃない。確かに。かけられてるのは。そうよね。だから、モロッコのなんか、武器？なんかこう、就寝中に誰かに襲われても大丈夫なように。使い勝手悪そう。いや、使いこなせるかな。で、これは、あ、これ椅子か。ここはね、椅子な気がするね。椅子かな？うん。で、その横にありますのが、書斎？これ？書斎？書斎じゃない？いや、小窓付きの書斎。小窓付きの書斎？おで、ここでプログラミングの勉強とか、明日朝早起きして。あんまり。まあ、Wi-Fi もありますから、うん、まあ、できなくはないですけど、はい、で、これが、まあ、ダウンなんかなと思ったよね。ロッカーかなと思ったら冷蔵庫でした。うん、まず上にあるのがこれ、紅茶。紅茶か、いいね。ピュアカモミールとピュアペパーミント、うん、うわ、両方ピュアだ、うん、100% です。いいね。で、すごいなんかよくこのおしゃれなコップ、うん、とカビないの？湿気ですごくことになりそう。はい、ここがお風呂です。うん。大人3人ぐらい入れる。シャワーのところにはシャワーのカーテンがあると。シャワーもね、なんか多分シャンプーとかもいいやつなんじゃないでしょうか。If the skin changes, the life changes.なるほど、肌が変われば人生変わるよと。もし肌汚いけどちょうどよかったじゃん。ちょっと変わっちゃうかもな、人生。このためにだって肌汚くしてきたんでしょ。そんなことね。ここで変わるためにだ。もう部屋の中からも景色はずば抜けていいんだけどね。ずば抜けていい。うん、すごいですね。下にプールが見えるんだ。うん、ゆるいゆるい、モロッコスタイル。スピードでお願いします。はい、お疲れ様です。ピクルス。頑張り。紫キャベツのマリネ。ピクルスです。すみません。ほぼマリネ。ほぼマリネ。うん、タジン鍋。え、タジン鍋って流行ったんかった昔。マジ？流行ったよ。そうなの？タジン鍋式ダイエットみたいな流行ったよ。あ、そうなの、うん。痩せるってことか。うん。うん、ゆっくり飲め。うん、たしなめ。た
死なんの、うん、一気にいくな。いやマジで300円じゃないよ。ナスめっちゃ好き。ナス超えた。いやナスだから。ナス超え、ナス超えのナス。わからんな。まさかのナス嫌い。ナス入ってますそれ。もちろん。はい。なナスどこですか。ん、ナスどこに入ってますそれ。いや、ちょうど裏側に。ナスがいいね。ナス入ってねえだろ。もう一回ナスここ。おい、ナス、そのナスここ。ナス。ナスがいい。ナス入ってねえじゃん。パスタ完食。90年もの。品種もわかるけど。例えば？ロマネコンティ。ほんまか？モロココンティ。モロコン。飲むな。もうそんなやつが可愛いの。買ったんだ。よし。やばい、写真撮るのに失礼。サボテンに引っかかってサボテンの針が刺さった。痛い。痛いです。あいつに刺さりました。じゃあ、おいしは、1,2,3 カメいきます。こんなおしゃれな部屋だと、今すごいレモンサワーの秋がめっちゃ並んでるけどさ、この天ぷらとか三枚肉とか大ざっくとか、レモンサワーとかハイボールとか、野蛮な感じの。この部屋だったら完全にチーズとワインとか。人選をまず間違えた。特にこいつじゃない。ポテチなんかさ、ダメよ絶対。この部屋でポテチ食う、なんか食べる気がまず大きい。わかる。胃がもう染まっちゃってるから、この、おしゃれな空間にね。ラグジュアリーみたい。なんだこれは。奇跡の食べ物。震える。震えとる。どのぐらい震えとる。ミシの感。うんま。結構どこで食べても大ざっく一番上だな。うま。それ取るわ。デブル。来週ウェディングフォト第2弾あるよ。信じられない。キャンセル、キャンセル。酒飲みすぎて水が出るの二人とも早い。水の減りが私もないの。うん、暑そう。日が照ってだいぶ暑いね。